新東人テレビ大紀元をご覧の皆様、明けましておめでとうございます。私は兵庫県芦屋市議会議員の川上浅江です。いつも真実を伝えるメディア大紀元新東人テレビには大変勉強させていただいております。私は日本の政治家として最も重要なのは、これからどう中国と向き合っていくかということだと思っております。国際秩序そして民主主義発展のため皆様と共に頑張ってまいります。よろしくお願いいたします。